教えてください。あー、たった今だ。よし、来たぞ。金魚ちゃんだ。誰が逃がしたんだ金魚ちゃん。すず、あ、なんすかこれ。お、しょぼいついてる、壊れた。またかい。よし、そうですね。あ、やばいやばいやばい、逃げろ、やばい逃げろ、やばい、どうすればいいの、助けて助けて、どうすればいいの。網で捕まえて、網で捕まえて、よしよしよし、助けて、ばあちゃん、やめて、痛い痛い痛い。あー、タコが刺された。ごめんね、やばいな、ごめんなさい。飲む。いやー、目が治ったぞ。ありがとうございます。よっしゃ、気合十分だ。あ、そうすか。寄贈できる。いやー、いいですね。ここですか。どうもこんにちは。この方が学芸員さんですか。こんにちは。寝てる。こんにちは。こんにちは。あ、坂川さん、どうも。よし、寄贈する。決定、鈴木ちゃん。鈴木ちゃんですね。よし、教えてください。出世を。いや、生物学的には卵でも鈴木です。寝て落ちた呼び方で人によってやっていけると思うのですが、いやー、聞いたことないですね。ざっくりしてるな。今、魚類の一番仲間の多い魚の代表ですね、スズキ目の中にはハゼちゃんもコバンザメちゃんもクマノミちゃんもマグロちゃんもアジちゃんもいろんな魚が含まれてますんで、私たちがあ、お魚だって思う多くのお魚はスズキちゃんのグループなんですね。はい、カレイちゃんという魚はいろんな種類がいるので、マコガレイちゃん、マガレイちゃん、何カレイちゃんか、何カレーなんだ。はい。クレイラメタイスクラスとか、はい。実は口です。はい。いやー、でもカレーちゃんの中にも口が大きくて鋭い歯を持つおひょうちゃんとか赤カレーちゃんもいますんで、いやー、それだけでもやっぱり目の位置ですよ。左ヒラメの右カレー、あ、赤くなっちゃった。はい、左ヒラメの右カレーだと言われる、言われ目の位置で見分けることもできるんですが、沼カレーちゃんは左ですって言うんですね。沼カレーちゃんのことは答え差が激しく、いや、答え差、うん、いや、大きい口のカレーちゃんもいる。アブラガレーちゃん、カラスガレーちゃん、オヒョウちゃん、フータ様、フータ館長様、カレーちゃんはですね、種類が多くてですね、大概おちょぼ口でカレーちゃんってイメージなんですけど、中には赤ガレーちゃん、カラスガレーちゃん、オヒョウちゃんなど大きな口を持ってヒラメちゃん同様鋭い歯を持つ種もいますので、口の大きさとかだけでは判別できないんですね。やっぱり大体は左向いてればヒラメか、右を向いてればカレイかなんですけど、カレイかにも例外的に左を向いたヌマガレイちゃんもいますので、やっぱり奥が深いんですね。若崎ちゃん、
バランギは、こう、カウヤスボロン、バーグリッチングリングで広げ、5秒以内で、ずっと壁でじっとずっと。じっと待つ、はい。私は壁に並んで、やらせ広げ。こう、まあ、こんな感じで、こんな感じで、パウ。短い。若崎ちゃんはサケちゃんに近い仲間で、全長は10センチ前後。本来は川で生まれ海に旅をして、また川に戻ってくる。だけど陸風になると湖で一生を送ることも。起業者のルーツはお願いします。30センチぐらい。ああ当たった。研究さんはもともとは中国で見つかった赤いフナを人工的に育てて、品種改良していろんなデメキンちゃんとかリュウキンちゃんとかいろんな研究者になったんですよね。フナちゃん決定。さあフナちゃん、どんな解説を教えてください。銀ブナ、金ブナ、長んブナ、ニゴロブナ、ゲンゴロブナ。見分けがつかないという話はたまに聞く。ヒゲがあるかないかですね。ヒゲ、フナちゃんにヒゲはない。庶民的な感じ。そうですか、庶民的な。ありがとうございます。おー、まあ、フナちゃんも奥が深いですので、フナちゃんが品種改良されて金魚ちゃんになっちゃったりとかですね、あとはギンブナちゃんの多くはメスしかいないという。決定。これでクリオネリマキナっていうのは学名ですね。正式名称、あ、まあ学名が、まあ、正式名称で、でも日本のハタガカメガイちゃんもナメクジ、ナメクジっぽい運転手。巻き替え。逆の感じ。なんで逆だったの？巻き替えないとこ。もう違うか。クリオネちゃんは日本ではハタカカメガイですよね。あのハタカカメガイですんで、カメガイっていう巻き貝の仲間なんですけど、もうほとんど貝殻が退化してますので、ハタカカメガイで見せびらかすでしたっけ。バーンとこう出した時にバッカルコーンっていう触手がこう出ました。あれがあのミジウキマイマイっていう食べ物のその生き物を見つけると、頭部が、頭の部分がパカッとこう割れるようになって、でバッカラコンって触手を出して捕まえるという、はい、天使が悪魔に変わるような瞬間って言われるんですね。なんか一緒に潜ったことありましたよ。じゃあ寒かったですね。マイナス 1.6 度、目の前にいますもん、ね、そうです。もう自分がフェークリアンドボーって飛んでしまいましたね。泡で、はあ、いなくなっちゃいました。いいんですか、ここで。義務ですので。かわいそうなことしちゃった。おー、もう着いたんですか。よし、来た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 、はい、今だ。よし、来たぞ。まあ、こんな感じでこんな感じで、はい。